はい皆さんこんにちは非常識な経営コンサルタント高橋貴子です本日のテーマは「成果が上がるスピードが速い人がみんなやってるある行動とは?」ということについてお伝えしていきたいと思います、えー、授業をやっていく上でですね、えー、本当に全部全てを1人で考えながらとか、まあ、あとはそうですね無料の教材を見ながらとか あとは本とかを読みながら全部一人で組み立てて全てがうまくいってるっていう方って本当に本当に少ないと思うんですよ多分肌感覚では1%もいないと思っていますでもちろん私自身も今まで12年やっていく中であたくさんの講座学びとかを吸収しながらその時に必要な学びを増やして授業を構築していったって。 いうところがあるのでなかなか一人で考えてっていうのは非常に難しい時代になっているしあの伸び率がそこまで上がらないですよね自分の思考の中でしか動けないからいくら知識を取り入れたとしても一番大事なのって成果が上がるために一番大事なのってフィードバックなんですよ要は自分の頭の思考の域はそれ以上超えないじゃないですかそうじゃないところから刺激があって引き上がるから 上上に上がれるんですよねなのであの分かってる人ってコンサルタントとか、まあ、あのグループセッションなら企業塾とか、まあ、そういうあのアカデミーとかねそういうのを上手に使うんですけれども、まあ、そのいろんなケースを私見てきてうまくいってる人ってみんなある行動をやってるなっていうのをもともと分かっていたんですけれども最近特にそれを、まあ、自分がコンサルタントをやってるからっていうことはあるんですけどもね。 感じるようになっていて、もうね、絶対これやってる人だっていう、ある行動があるんですよ。それを今日はお伝えしていきたいと思います。では本題に入ります。えー、成果が上がるスピードが速い人が、みんなやってる、ある行動とはさて、これは何でしょうっていうことなんですけど、答えは、えー、お世話になった人の影褒めです。はい。影褒めっていうのは、あの、本人に、 あの特にこうあからさまに「私こんなふうにあなたのこと褒めましたよ」とかいちいち言うんじゃなくて誰に言われてもその人が見ていなくても聞いてない場所とかでもその人に感謝の気持ちを伝えてその方のことをリスペクトしてるような発言をしてる方はみんなうまくいってるっていうのが分かりました。 いやそのど,どうしてそういうふうにうまくいくのかっていうメカニズムですねそれをちょっとコンサルタントの私の立場でお話をしていきたいと思います、えー、と何例かねすごくあるんですけれどもいくつかの例が例えば私が、えー、と所属していた、えー、平賀正彦先生っていう先生のところの会員の、えー、コンサルティングのグループがあるんですけれども そこの中でですね私が見ていて気持ちいいなと思っているのがそこの会員さんのめちゃくちゃ成功している人なんなら、えー、規模とか扱う商品にもよるんですけど平賀先生の,その教えてくださった先生の10倍とか20倍稼いでいるような人でもそこの中に例えばいてですね本来であれば多分もう何かを聞いたりとか。 そういうういいいいことしななくてもいいよよ人たちがいるんですよ初期の頃の会員さん、まあ、会員ナンバーが一桁って呼ばれるような人たちっていて私が入った時にはもう全然自分が一体何番なのか分かんないんですけど組織的に5000人くらいいるような時期に入っているような感じだったのであのそんな顔も覚えてもらえないぐらいの雰囲気だったと思うんですけどね。でその時にそのに最初の頃 めちゃくちゃうまくいってなかった時に出会ってアドバイスを受けてでうまくいった方とかいらっしゃるんですよだからそこにいなくても良かったりしているんですいなくても良かったりしているんだけれども、えー、恩返しとか感謝の気持ちを込めてずっと会費を払い続けますみたいな感じのことを言っている方が入会した時にいましたあの実際にそういう総会とかでね会った時に その話を聞いた時にあすごくこういう関係っていいなっていうふうに思ったんですよねその会費を払い続けることがいいっていう意味じゃなくてその売り上げが上がろうともうその感謝をしながらそこに入れる人がいるような組織ってあったかいなっていうふうに思っていてでそこにいる方たちっていうのが結局割とその文化を。 もともと持ってらっしゃるので売り上げが上がってうまくいってる人ってまあ先生の月齢会員とかで紹介されたりとかしていたんですけれどもその方たちってみんなあのいないところでも先生のことをリスペクトしてお名前を出して言ってたりしてるんですよねだからまあそれもあるから当然先生もねその方を引き上げようというふうに多分思ってらっしゃったんじゃないのかなというふうに思うので。 自分がどういうふうに恩を受けたのかどういうふうにうまくいったのかっていうことを自分だけの成果として語らないで必ずそれが本当に感謝されるべき内容がある部分においてその先生の名前とセットで自分の成果を伝えていくっていう人ってすごく好感度が高いしあとその先生から見た時にもすごくなんかこの人は あのいっぱいね紹介してあげたいなとかいっぱいなんか普通の人がやることよりもやってあげたいなって思うに違いないんですよ多分私もそうだからですはいでまあこれがその会員組織にいた時とかでね言っていた話なんですよねであと違うところで著者仲間の方とかが 増えたたにもも、感じたんですけれども、まあ、それぞれ皆さん事業をやっているし、まあ、あと本の部分でねこの人の本に感銘を受けてすごくそ,それによって人生が変わったっていう人とかいる場合には、まあ、その方のお名前と著書とか、まあ、その方が伝えた言った言葉とかそういうものを時折こう挟みながら自分がこういう状態で入れるのはその人のおかげですっていうのを陰褒め ですね、それをやっぱりちゃんと口に出して言っている方ってすごくやっぱりうまくいってるんですよであの、なんならタイミングが合えばそういう褒めているシーンとかの記録とか残ってたりするとその方がどこか違うところで回り回って例えば、なんとかさんがこんな話してましたよみたいなのが届いた場合には好感度高いですよね、その人そうすると最低でも名前を覚えてもらったりする可能性は高いですよね。 うん、そ,の方にでそうすると結局何かあった時にじゃあ例えば A 君と B 君がいてほぼ実力が一緒で何かお願いしようかな一緒に仕事をやろうかなと思った時に普段からリスペクトしてお名前とかをしょっちゅう言ってる人とそうでない人だったら当たり前ですけど普段から名前言ってる人の方を引き上げる、まあ、一緒に仕事しようっていうようなことに選んでいくことになるんですよね。 だから、あの成果が上がる方っていうのは無意識でもその感謝の心を常に伝えていてその時にお世話になったコンサルタントとか自分がメンターとして支持している人を陰でやっぱり褒めているまあだから、うんその名前を実名をちゃんと出してですね。何々先生 にこういうふうにお世話になってとか私が普段お世話になっている何々先生とかっていうそういうお話とかをですねお伝えしていくっていうことができる人の方がまあ、その方からは非常にこう指示される形になるかなと思ってるんですよねそうするとまあ、人間ですからねやっぱり何も特に感じもしないし例えば何か いいことを言ったとするじゃないですか。で、その言ったことをさも、自分が考えて言いましたよ。みたいな得意げに言ってるようなタイプの人って、多分、その人から見て、あんまり可愛くない感じなんですよね。で、あの、その考え方を教わって、で、自分はこういうふうに実践してみた。みたいな形で、その方へのリスペクトを言った上で。 あ伝えることができる人っていうのはやっぱりその方から見ても可愛いなって思うと思うんですよであの私そうだなえー、っとクラブハウスをきっかけに、まあ、知り合ったい,いろんなね方がいるんですけどそのまあ影褒めというかお表褒めっていうのがねできる人で。 えー、女優で周りイラストとかを、ね、描いていく、まあ、堀部ゆかりさんっていう方いらっしゃるんですけれども彼女っていうのはそのイラストの才能をですね、えー、その耳で聞くビジネスショ耳ビジと呼ばれているクラブハウスを人気のルームなんですけどそちらを主催している下妻豊子さんに「そのイラストをね描いてみたら?」みたいな形で「こんな,こんな皆さんのねアイコンどう?」って言って、まあ、アイコンを送りつけている時に。 そ,それをいい,いいねっていうところから彼女それをお仕事にしていくっていうのを下妻さんからね提案されてでそれが実際にお仕事になっていったんですよ。で彼女は断るごとにあの下妻さんがって言って自分をねそういうふうに引き上げてくれたみたいなのを断るごとに言ってるんです。 だからこちらから見ていてもその師弟関係っていうのもねもちろんあの声のボイストレーニングとかそういう部分でも絡みがあるからっていうのはあるにしてもでですすねあの好感度高いんですよあのそういうふうにこう謙虚に言いながら自分、こういうふうに成長させてもらいましたっていうとえその方を褒めているその人の性格がいいよねっていう評価になってすごくね好感度が上がりますね。で同じようにあの LINE の SNS の動線コンサルタントで中川雅道さんっていう人がいるんですけどね私の LINE とかも,もう構築お願いしたりしてったんですけど彼もめちゃくちゃその人を褒めるのが上手しかもメンターの方をね褒めるのが上手で例えば北原さんとかねあとはあの山中恵美子さんとか。 そういう方たちに自分がどういうシーンでお世話になってどういうところで助けてもらったかっていう話をですね答えるごとにちゃんと伝えているんですよだからすごくあの可愛がってもらってますよねやっぱりその先生とかに。可愛がってもらうっていうことはそのめちゃくちゃ有名な人が何か大きな会をやる時にパーティーにねちょっと顔を出すと、えー、じゃあどう 登壇,登壇してちょっと喋ったらみたいな時間をくれたりとかですねというのもあの下心でやるんじゃなくて普段からです普段からそれができてるとあこの子みんなに紹介したいなっていうふうにやっぱりその上にねいる引き上げるべき立場の人っていうのは可愛いですよやっぱりねだからそういう方ってそういうシーンでまた紹介されていったりするとあなんとか先生に紹介されてる 方方ななら間違いないって言ってて言他の方が仕事頼んだりとかすするるよようになるんですよねだからあのむしろそのお,世お世話になって自分がリスペクトしている人がいるのであればその方のお名前を出しながら、えー、話していく方が結果としてその方の耳に届いた場合にあの非常にいい相乗効果が現れるなっていうふうに感じていてこれ特に あのよくできている上の地位にいる人とかがその途中経過でそのさらに上の方に対しての感謝とリスペクトを普通にやっぱり表立ってきちんと心から言っている姿っていうのはすごく見ていて好感度高いしあそういう関係でやられてるんだなっていうのが見えるのはあのすごくねあの見ていてすがすがしい。 感じがしますだからあの私ももちろん誰ぞれのコンサルタントの先生にお世話になってっていうのをお世話になってねすごく感謝している方はことあることに言ってます、まあ、一番長い間お世話になったの平賀先生と、えー、菅谷慎一先生この2人が一番お世話になってるんですが時間軸的にあとえー、っと 矢田部淳さんとかですね今だとあの渋谷文武さんとかお世話になっていて、まあ、それぞれの必要なシーンでコンサルタントとしてお世話になっている方とかいらっしゃいますしあとプロモーションとかでお世話になっている方とかだとセールスプラウナの長峰圭一郎さんとかあのそ,うそういう方とかもねいらっしゃいます。ななのであのそういういお名前を、ね、きちんと出しながら 言っていくってていいくうのはお互いにとってどういう関係性でそのお仕事が成り立っていてどういう状態で成果が出てるのかっていうのが分かると例えば私がそれを紹介することによってあ私の例えばじゃあ LINE をやってるまさみちゃん仲がまさみちゃんだったら。 あすごいい信頼できるなっていう要は私の仕事ぶりを信頼する人がその人が仕事を頼んだって言えばもうそれだけでその何て言うのかなつながりますよねそのいい人だっていうことが分かるからだから私はなるべくビジネスパートナーの人とかはお名前をきちんと出しながら ご紹介をしししてていいくようにしているし私のクライアントさんにも、うん、例えばねあのデザインとかだったりするといろんな私のデザインやってくださってるのはねはの花房典子さんっていうもう10年近くお付き合いしている方とかもいらっしゃいますしウェブ周りとか。 あとはあのバンドとかでもねお世話になっている方っていうと、えー、岡田郷さんっていう方がいらっしゃったりとかですねまあもうお名前名指しで普通に言ってますね感謝している方はでそ,うそうするとお互いにやっぱりねあ,のあちらもね私のことを例えば何かの機会に言ってくださったりとかってあるのであのしれっとなんか自分がさも学びましたよみたいな顔をして。 えー、言ってる人よりも学んで感謝をしてる人がいたとしたらその人の名前を伝えながらやっていくっていうのは非常に、あのー、自分にとっても効果っていうか、うん、いろんな人に知ってもらうきっかけが増えるしその人からの、ね、引き上げの手が入るからすごくいいなというふうに思います。まあ、あの作家的なととところで言うと私やっぱりあの本田健さんとかが すごく好きで考え方とかあと現実的にいろいろお金のこととかやってらっしゃる方の割にはマインドの部分とか、うん、スピリチュアルみたいな領域も扱うので私がビジネスでやっている「うのおとさのお」と同時に使うっていうのをまさに体,感体現してかつ 私が憧れるような世界一周をしながら講演をしているみたいなね生活ができる、まあ、そういう,こうメンターでもある方なのでなるべくね近くに行きたいと思ってもちろん尊敬している旨もお伝えしたりとかしていてまずはね名前を覚えてもらうところからスタートなんです。 だっってて何,何十万人の方と会ってるわけじゃないですかだから、あのーね、会とかある時とか行けるような時にもちろん講座出たりとかで講座出た時もなるべく質問をしたりとか覚えてもらえるように前の席座ったりとかあと印象的な服を着てるとかね発言が面白いとかいろいろあるんですけどとにかく覚えてもらうで名前覚えてもらうと性格とかが分かってもらえると。 まあ先日とかもね、あの突然セミナーの中で「あのちょっとねあの最後までいる?」とか言って,言って「あの本の紹介しますよ」っていうことでねあの700人くらいいるようなところのセミナーで私のことを紹介してくださったりとかっていうこと私ももちろんそういうふうにするつもりですよでその時に時間がなかったとしたら私が誰を選ぶのかっていう話です、まず あの頑張ってる人と頑張ってない人だったらまず頑張ってる人を紹介しますよね当たり前です頑張ってる人と頑張ってない人だったらじゃあ今度頑張ってる人の中でどの頑張りで判断するかっていうと頑張り度合いがほぼ一緒だったとしたら普段から私の名前を言ってくれて感謝の言葉も言ってくれて活動している人を優先します 売上高とかじゃなくてどちらかっていうと、うん、あのその方がそのリスペクトしてくださってるっていうことに私は感情的に応えたいのであの引き上げるとするとそちらの人を私だったら引き上げます、まあ、だから逆に言うとできちゃってる人で特にあのね 普段からそういう話を言ってない方は、まあ、別に私の関わりとかも知らない人は全然知らないのでそこを別に無理にねあのご本人が自分でやってますっていう実績になってるのであれば別にそこをしゃしゃり出るつもりもないのでそれで頑張っていっていただいたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますけれどももしも私が関わったことでこういうふうになりましたとか普段からそういうことを言ってくださってる 方がいららっししゃるとしたらそれは無意識的にあの実は私の宣伝にも寄与してくださっていることになるのでやっぱりどちらを引き上げるって言ったら普段から私のことも伝えてくださっている方を引き上げることにはなるなっていうふうに私自身も思うからそれを全般的に当てはめると陰褒めができている人お世話になっている方の名前をきちんと言いながらその話を引っ張ってきて 伝えることができる人の方があ多分上にいる人上司みたいな人とかあとメンターコンサルタントっていうのは多分喜ぶと思いますねはいこれ人間ですし当たり前だと思いますよだからもしも自分の速度加速度を上げたかったらまず最初にやらなくちゃいけないのは成果を出すすことなんですよ私もそこはすごくね意識してたんです う、あのーまあ、嬉しいことを、ね、言ってくださる方この間2人目の方がね現れたんですけれども1人目の方が言った時に、まあ、私コンサルティングをしてるわけじゃないですかでその仕上がりってあるじゃないですかじゃあ例えばマイナスからのスタートだった時にものすごく売り上げが上がったとするじゃないですか人生が変わるインパクトですよ ゼロに近い状態でやってて月10万が手に入るかどうなのかっていう状態でやっていて自分が好きな仕事ができて、ね、それこそ100万っていうのは一通りり、ね、月収100万っていうのが皆さんが目指すところですからねそれができるっていう状態になり,なりたいって,言ってなったっていう時の過程でですね私は貴子先生の、ね、クライアントの中の最高傑作になりたいって言ってその当時。 胃の一番でなったた人がいましたね実際にでその後最近ですねあの違うカテゴリーで私があの高子さんの高子先生の最高傑作になりますっていうちょっとカテゴリーが違う方なんですけどねっていうふうに目標を言ってくださった方がいてやっぱ最高傑作になり,なりますなりたいですって言ってくれたら。 最高傑作ににふさわしいよように私力入れますよやっぱりそうするとそれってコンサルのの時間ががとか契約がっていうのが度外しになりますだってそんだけの,あの力をかけるって宣言してくれてる人を成功させないわけがないじゃないですかだからあのー、ねじゃ,じゃあみんなが最高傑作になりますって言ってこられたら困るんですけどねだって最高って一個だからなのであのー 自分がどういうふうに頑張りたいかっていうのを宣言してその人にね見守ってもらうっていうのは非常にこうコンサルタントとクライアントの関係っていう部分においてはですね一番成果が上が上るいいいい方法なななんじゃないのかなって思いましただから私も平賀先生の時にもも,もちろん精一杯頑張ったし、まあ、成果が出ることがね恩返しになるっていうふうに思っていたから。 頑張りますそうするとまあ紹介もされますからねあの当時ほとんど男性だったあの会員組織の中で女性ほとんど少なかったんですけど紹介されるタイプの人でもありましたねあと菅谷さんの時にもそうですあの一通り頑張ったので <laughs> 2人でコラボセミナーっていうのをやったこともあるぐらい引き上げていただいたこともありましただからあの何かしら 何かの時には成果をとにかく出す何かで一番になるそのグループの中とか会員組織の中売り上げばっかりじゃないですからね必ずしもその中でこういう分野でなら1位になるみたいな感じでやると覚えてもらえるから何かと紹介をしてくださったりとかあとはその心にね入ってるからだろうな相談した時とかにも。 私の状況を覚えててくださった状態での相談になるからやっぱりこれもねあの報告が多い方あの逐一嬉しいこととかうんまあ駄目だったこともね反省も含めて質問みたいな形でくださる方ももちろんいいんだけど質問とかじゃなくてもなんかこういうことあって嬉しかったですとかいうのをしょっちゅう言ってくれてる人は あの分かってるんですよ進捗がだからお風呂の中入ってたりとか道歩いててもアイディアが降りてきちゃったらその場で私スマホ手に取ってその人にメッセージ送ったりとかするのは普段から言ってくれてるからあこれこの人にいいかもって思いついたら電車の中だろうとどこだろうとねあのメッセージ送るんですよ。それって結構大事なメッセージだったりひらめきなんでね。 もうっていうことは脳の中にその人の記憶がちゃんと定着してるぐらい報告してくれてるっていうことなんですよ特にう嬉しかったようなこととかそれ質問じゃないから私には答える義務はないんですない,ないんだけれども私も、えー、私の、ね、コンサルの先生にこういうことありましたって言って答えは別に期待はしてないですし忙しいの分かってますからだけど報告だけはねしてましたね でその時に別に答えがもらえなくてもなんかメンヘラ女子じゃないですから私いや回答くれないしとかで、ね、違うよって言って単なる報告すすするだけででいいんですよ見ててててれれば覚えててくれてます、うん、そこが結構ね大事で信頼関係とかあとは性格を分かっててもらうっていう意味ではどういうことに自分が喜んで。 どういうことが嬉しいことなのかを伝えておくとその嬉しいことに沿った企画とか嬉しいことに沿ったアドバイスを多分できるんですよだからやっぱりさっきも言ったことをもう一度言うんですけど動かない動くって言ったら動かない人ってもうアドバイスしようがないんですよねまずね。で動いた時も速度が速いと頻度が上がるから。 やっぱり接触頻度が高い方の方が覚えてるから忘れないであ,あ続きこれだよねっていうそこを覚えてるので、あのー、すごくアドバイスしやすいで私もすごくうまくいった時一緒に作った講座がうまくいった時には一番最初に報告してたのはコンサルタントの先生ですうんあのこういうふうにうまくいきましたありがとうございますって言ってまずは感謝 でそれでまたなんかじゃあもっとこうしてみましょうかみたいなコメントをもらえるっていうねそのもらえることがマストじゃなくて報告をするっていうことが私にとってはマストだったんですよで返事もらわなくてもいいんだったら別にただ報告しとくだけでいいじゃないですかでも確実に心の中には残ってるしどういう性格でどういう考え方をする人なのかは絶対に浸透してます で同様にこれあの仕事だけじゃなくて趣味のの領域ででもそれれ発揮されるんですよこの能力って私はあのサックスの個人でね習ってる先生2人いるんですけれどもオンライン上の先生とリアルの先生とねお二人います商売先生一平さんっていう先生とあと倉持先生っていうモチー先生っていうね2人でお二人とも性格が違うんですけれども私のことを成長させて くれようとととしててて人とも色々と考えてくださってますで私が喜んだこと嬉しかったことはほぼ同時に2人にお伝えして反応とか食いつきポイントが性格が違うから若干違うんですけどねでフィードバックをくださったりとかしてでそれはまた取り入れながら改変とかしながらねやっていくので私はどういうことをどういうふうに思ったかっていうのは 割となんていうのかな、質問も含めてですけど、感覚的なものをきちんと伝えるようにしてます。で、それが、えー、っと、指示が分かりにくいときも、どう分かりにくいか <laughs>、えっと、練習の指示をくださるんですけれども、あのー、なんだろうな、すごく学術的な感じで <laughs>、 具体的にそれどうしたらいいのかなっていうなんか心の問題みたいな,なんかそういう内容のお題が出る時とかがあって理解の度合いが難しいけどこんな感じなのかなと思ってとりあえずやった姿例えば動画にねこう吹く時に言われたのをやってみたんですけどこういう意味でいいですかっていうと違ってたりしてるんですよね。でそういういいととかを修正しながらやっていくと 考考ええ方方がそういういになってくるであの先生はもちろん経験値があるから基本は正しい答えなんですけどだからといってよよくわけわかんないいるっていうのはくないと思ってるんですよやってみて理解できないって言ったらやっぱ理解できませんって言って <laughs> どういうふうに理解できないのかっていうのをちゃんと伝えるっていうのはねやってたりして、まあ、それもあって伸びるのが早かったんじゃないかなと思いますね。だから私は こういうふういふに考える人だっていうことを伝えておくと私ってこういう人ですよねを理解してアドバイスをくれますだからそれは結局私にあのジャストフィットしたマッチングしたうんセッションになるので、まあ、それは伸び率早いよねっていうことですだから皆さんが成果が上がるスピードを早めたかったら、あのー、そのね ついいてるる人とかがいる場合にはその方に成果報告をしたりとか嬉しかったことを伝えたりとかその方への感謝をねその人が聞いてなかったとしても陰褒めで伝えてるっていうのをやってると、えー、関係性が濃くなっていくのでその方が何かと気に留めてくれるようになるので、まあ、うまくいく確率が上がるしこれ私が知ってる周りの人みんな誰かメンターのことをね名指しできちんと。 感謝を伝えながら SNS 上とかでもみんな言ってるこれは間違いないいなと思いました、はい、これはね一つのねあ,のある行動だなというふうに思いましたで逆になんか全部自分の手柄にしたいとか全部自分一人で頑張りましたアピールをしたい若干プライド高めの人って結局そういう人のことも言わずに自分が自分がっていうふうな言い方になるので。 結果としてね引き上げてもらえないから遅いんですよ損損だと思います。うんなんでねそこを理解するとまたちょっとねあの感謝するっていうことの関係値と関係性が変わっていくんじゃないのかなっていうふうにあの思ったのでちょっと伝えてみました。はい以上になります。えー、じゃあ本日のまとめです、えー。成果が上がるスピードが早い人がみんなやってるある行動とは それはお世話になった人の影褒めですもしあなたが今までお世話になった人がいるのにそんなにその方に、ね、感謝の気持ちを伝えてなかったりとか自分が喜んだことを伝えてない場合にはそれ伝えていくようにするとですねだいぶ変わりますよ人生が、はい。っていうふうに思いますのでご参考にしてみてください。それでは